なかなかの迫力だな。ナミイカさんもあの便に乗ってるはずだ。列車が通るよ。お前さんたちのおかげで想定よりも早く復旧できた。本当にありがとな。やっぱこれだよ、セイリン機関車って本当最高。ああ、走るセイリン機関車は何度見てもいいもんだな。荷車とはスケールが桁違いだぜ。線路さえ敷けば列車でどこまでも走れるんだよ。どんどん路線を伸ばして目指せ大陸横断だよね。鉄道の発展はまだまだこれからだ。実際隣接するヤースラニ荒野までしか開通できていない。俺たちの技術力もそうだが、運用の面でも未熟なところが多くてな。細かなトラブルが絶えやしねえ。だからこれからはもっと改良を重ねながら線路を伸ばす。そしていつか東海岸から西海岸まで大陸を横断できるようにするのが俺たちの夢なのさ。話し込んじまったな。さっきの列車もそろそろヤースラニ荒野に到着している頃合いだろう。折り返して戻ってきたら約束通りお前さんたちの番だ。出発準備は今のうちに。また地震？おいおい、勘弁してくれよ。いや、なんだ？嘘でしょ？どうなってんの？乗客は？ニトビケさんは？あの方角、俺の故郷も。とにかく状況確認だ。なんだよあれ、トライアラに向かってるのか。
これは一体。来てくれたのか。見たこともない空飛ぶ船と妙な連中が現れて町を襲ってるんだ。今はとにかくみんなを助けないと。立てますか。落ち着いて避難してください。やれ。何？うわあ。何なのよあいつら。人じゃないみたいだわ。何をしたの？おら！ありがとう！そんなことより、とっとと逃げな！この場は俺様が引き受けたぜ。お前らは王宮に急ぎやがれ。たくさんの敵が向かっていったからね。爆風じゃじゃ。ありがとうよ。これが俺様の新しい生き方だ。ぶっ飛ばされたい奴はかかってこいや。よもや父上が生きていようとはな。
ゾラージャ兄さんなのか。あの姿は一体。こいつはあんたの仕業なんだな。第一王子として親父を支えてきたあんたがなんでこんなことを。こちらの要求は至極単純だ。トライオラ連王国の解体と全領土の割譲。従わない場合は一人残らず殲滅する。乱心したのか。俺の考えはこれまでと変わりません。人々に戦の愚かさを知らしめ、平和を願う心を育むことだ。世界を一つに束ねるのだ。その姿、その力、少し見ない間に何をしでかしやがった。お前、自分のしてることがわからないとは言わんな。剣を向けたんだぞ、トライオラの民に。許されると思うなよ。我が息子であればなおさらだ。ならばどうするというのだ。わしが取るべき道は一つよ。武をもってお前を打ち倒す。待てよ親父、それなら私が。手出しは無用。こいつが犯した過ちの責は父のわしにある。確かに兄さんは強い。それでも今まで一度も父さんに勝てたことはないんだ。とっくに死んだと思っていたお前をこの手で討ち取る機会を得ようとは、まさに強行だ。ゾラージャ、我が息子よ、さらばだ。
な、追いさらばえたとはいえ、さすがはトラル大陸を統一した初代連合だ。片方の魂が消えても肉体に宿る生命力は二人分といったところか。ならばこちらも追加するとしよう。たかが相当、こんなものか。父さん！ゾラージャお前ごときでは俺に傷一つつけることもできん。よくもトライオラのみんなや親父はこの国の武王として絶対に許さねえ。臆病な様子ばかりが記憶に残っていたが、なるほど、それが王としての眼差しか。ならばこの俺との力の差を知らしめるため決闘の機会をくれてやる。武王ウクラマト、お前が持つ最大の力をもってして我が国に攻め入って来い。そして俺が先代にしたようにこの首を討ち取り、武王にふさわしき器だと証明してみせよう。待て、ゾラージャ！我が軍の艦隊を上空に待機させておく。お前がオータルにふさわしきを証明できなかった時には即座に攻撃命令を下し、トライオラを蹂躙してみせよう。よく考えて行動することだな。
はや手遅れだ。父さん、諦めないでください。友よ、そこにいるか。もちろんいるさ。我が子らを頼む。俺だってお前と同じくジジイなんだ。そこまで時間は残されちゃいないが。わかった、引き受けよう。なあ、またいつか旅をしようじゃねえか。ああ、きっとな。ウクラマとコーナ、そばに。親父、お前たち、ヨカフイ族の墓は見たな。わしはあいつらの考えが好きでな。父さん、お願いです。無理に喋らないで。肉体はいつか終わりを迎えても、忘れられぬ限り真の死には至らない。わしの思いをお前たちが受け継ぐ限り、連合グルージャジャは死んだことにはならんのだ。だから悲しむな。胸を張って歩め。新たな国の夜明けの道を。
しっかりしろ。薬を持ってきたぞ。さ、飲め。ラマチ、ここにいたのね。よかった。おい、飲んでくれよ。頼むから薬を飲んでくれ。ラマチ、ラマチ、私何して。大丈夫よ、ラマチ。こっちを見て。あとは私に任せなさい。あなたはこの人と一緒に休んでいて。でも、トライオラがみんなを助けねえと。幽連隊が中心になって被害者の救助に当たっているわ。だから今は少し休みなさい。次に奴らが襲ってきた時、指揮を取るべき武王の頭が鈍っていたらどうなるの。休むことも王の務めよ。約束したのに、トライオラをみんなが笑って暮らしていける国にするって。なのにこのざまだ。全然ダメじゃねえか。何のための武王だ。王ならみんなを救ってみせろよ。クソ。またお前を頼ってもいいのか。ありがとよ。少し落ち着いたぜ。今はトライオラの武王として私のできることをする。これまでにもトライオラを狙う奴らはいた。チーワグーエンデンの暴風狼たちや、かつての総決の教えの連中のようにな。だから戦いになる前に対話して互いのことを知れば、どんな奴とでも手を取り合うことができるって信じてた。だがゾラーチェは違う。平気で国のみんなや実の父親を手にかけるような奴だ。対話なんて望んじゃいないだろう。そして何より、今のあいつには力がある。トライオラの平和を壊すことのできる絶対的な力が。だから私は武王として戦う。これ以上みんなの笑顔を奪わせないために、この手で兄さんを、ゾラージャを打ち倒す。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code.
It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.